はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。ジジさんです。今日は2020年の4月9日木曜日、ただいまの撮影時刻は21時34分となっております。はい。えーとね、先日ですかね、えー、ユニハーツさんから嬉しいね、お知らせが来まして、何かというと、またまたね、不具合改善用の ワイヤレスアップデートの情報がね、やってきました。まあ、ユニハーツタイタンもね、えー、いろいろ不具合を抱えてね、リリースされたわけですけども、まあ、ワイヤレスアップデートをね、重ねるごとに徐々に徐々に良くなっていくということで、えー、今回の不具合対策も待ちに待った方もね、多くいらっしゃったんではないでしょうか。はい、えー、そんなね、えー、ワイヤレスアップデートですけどね、まあ、ジジさんのね、タイタンの方にもね、しっかりと、はい、こんな感じで、 ワイヤレスアップデートということでね、通知が来ております。はい、えー、で、えー、通知はね、来てるんですけど、まだね、いさんもアップデートしておりません。はい、その前にね、ちょっとユニハズさんから届いたね、えー、メールを見ながらですね、今回の アップデートのね、内容を少しね、見ていきたいと思います。はい。えっ、ー、とね、これがユニハースさんから来たやつですけどね。まあ、じいさん、キックスターターでね、投資してね、ね、えー、ゲットしましたけども。はい。ニューアップデートアベイラブル、エプリル2020ということでね。はい。えー、4月の8日、今日9日なんで、昨日付けですかね。この情報が来ました。はい。えー、ディアバッカーズということでね。まあ、バッカーズってこれね、あの、投資した人のことをね、これ、バッカー っていうんだよね。はい。で、uh, the new update for Titan is now available.you can upgrade your device by setting about phone wireless update. ということでね、wireless update って書いてますね。はい。please find the detail update information below ということでね、詳細につきましては、ね、下書きを、ね、ご覧くださいということで。はい。えっ、ー、と、ここにね、123456789 ね、えー、9つの項目ね。で、最後に9つ目は4つのね、パラグラフに分かれてます。はい、えー、今回このね、大きく9つのね、不具合ね、えー、等々ね、機能改善ということで、一つ一つね、見てまいりたいと思います。はい、まず1つ目ですけども、アドスペースアバーキーショートカットファンクションということでね。えっ、ー、と、これはスペースアバーキーのショートカットの機能が追加されたんですね。これ改善というより追加ですね、となんでね。 で、まあ、ここに書いてあるのは、セッティングインテリジェントアシストスペースバーキーということで、まあ、設定画面からこうやっていきますよということです。それから、二つ目。 えー、あとローテーションコントロールということでね、回転制御の機能が追加されましたということで、これも設定メニューのところから、インテリジェンスアシストとローテーションコントロールでね、設定することができますということで、これもね、えー、機能が追加されたということですね。はい、えー、どんどん見ていきましょう。よいしょ。はい、えー、3つ目ですけども、プレスダパワーキートゥーンオンダスクリーンデュアリングザーコールということで、えー えっと、通話中にですね、During the Call な通話中に電源キーを押して、えー、画面をオンにすると、オンにできますよということですね。はい、それから4つ目、Add Scroll Assistant in the Dropdown Notification Interface ということでね、May need manually add it in the Dropdown Notification Editing Interface or reset the drop down notification ということで、えっ、ー、と、まあ、なんでこれまた追加された機能ですね。えっ、ー、と、ドロップダウン通知のインターフェースにスクロールアシスタントがね、追加されましたということで、えっ、ー、と、二つ方法があるのかな。えっ、ー、と、ドロップダウンの通知の編集インターフェースにマニュアリーなんで手動で追加するか、オアなんで、もしくは、<laughs> えっと、ドロップダウン通知を、えっ、ー、と、これはリセットする必要があるっていうね。えー、まあ、それによってこのスクロールアシスタントの機能が追加されますよということですかね。はい。 うん。あんまりいさんもね、使い切ってないんでよくわからないね、この辺がね。はい。で、えー、5つ目、えー、ですけども、solve the display problem showing status bar after network speed menu is closed ということで、えっ、ー、と、ネットワークスピードメニューを閉じた後に、 えー、ステータスバーがどうも表示されるというなんか問題があったのかなそれをソルブなんで解決しますということですね。まあ本当はここソルブドゥにしてほしいけどね。解決しますってなんかこれから解決するみたいだけどね。解決しましたっていうことだろうね。 はい、えー、6番目が fix the problem だったキーボードライトキャンとステイオンということで、えーと、どうもね、キーボードのライトが点灯しない問題があったみたいだけど、その問題を、まあ、あの、解決しました。fix なんで、ね、解決しましたということですね。それから、7番目がオプティマイズオーディオレベル2 e ボイド a ド o increase of the sound ということで。えっ、ー、と、どうやら、音声レベルをね、最適化して、まあ、突然なんかどうも音がね、ボーンと大きくなる問題があったみたいだけど、まあ、それを最適化しましたということですね。 はい。で、8番目、optimize プ problem of missing letters d w i n g input ということで、ええー、と、どうやら、あの、入力中にね、文字がなんか消えちゃうっていう問題があったみたいだけど、オプティマイズなんで、えー、それを最適化しましたということですね。で、えー、ここのめ、最後が、じじさんがあんまりこれよくわかんない、期課っていうね、会課なのかな期課なのかなそういう入力方法があるのかな え、インプットメソードなんでね。え、それをオプティマイズ最適化しましたということで、え、4つのパラグラフがありますということで見ていきましょう。えっと、1つ目は solve the problem of backspace key ということで、え、ックスペースキーの問題を改善しました。どんなバックスペースキーの問題があったのか、じいさんでこのキカっていうインプットの仕方がね、よくわかんないんで、どういう問題があったのかちょっとわからないです。あの、よくこれ使われてる方は、まあ、こういう問題があって で解決されたということですね。それから、ソルザプロブレムオブアルトシフトキーということでえー、alt キーとシフトキーの問題を解決します。という解決しました。ということなんですね。これか alt かな？あるとかな？あるとじゃないとやって。なんか仮面ライダーゼロワンみたいになっちゃうけどね。うん、で3番目がソルザプロブレムオブプロバブリースティック。 オートマティックコピングということで。ええー、と、これはどういうことええー、と、難しいね。プロパブリスティックっていうことなんで、なんか確率的な、なんか自動、自動コピーかな。オートマティックコピーを、の問題を、まあ解決しましたということ。なんか、あれかな。コピペのなんか問題なのかな、これがね。 それから4番目が solve the problem of probabilistic t o letter capitalization ということで。えっ、ー、と、capitalization なんで、これあのカプスキーとかよく言うね。大文字にするやつね。はい。なんかね、あの、今、アマゾン アマゾンのあの、アレクサが反応しちゃいましたね。うん。えー、キャピタライゼーションということでね、この言葉にどうもね、あの、アレクサが反応しちゃったね。えっ、ー、と、カプスキーなんでこれ大文字っていうことだよね。だから、えっ、ー、と、なんか2文字の大文字になるんかな ?2 つのレターが大文字になっちゃうっていうような、えー、問題を解決しますよというね。えっ、ー、と、今回はあ、大きくこの9つの問題が、 このワイヤレスアップデートで、えー、改善されましたということです。えー、っと、まあ、あの、ちょっとね、英語では分かりや、分かりにくいので、ちょっと時事さんなりの日本語訳したものをね、説明概要欄の方に、あの、つけておきますので、またね、ちょっと興味ある方は見てください。あと、まあ、レターの最後にね、いろいろ情報があるんですけども、まあ、このタイタンがね、ウェブサイトでも、まあ、あの、 購入できるようになったとかね。あと、U ケーブルね。こういう、これも、ま、ああの、購入できるようになったということで。まだ、ちょっとコロナウイルスの関係の、ま、情報はね、うんうんか、ぬんで書いてますけども。はい、えー、こんな、レターが、届きましたということです。はい。 えー、まじ、あ、いさん、あんまりこのユニハーツタイタンね、最近、ちょっと有効に使えてないんですけども、この後ワイヤレスアップデートをしてみたいと思います。いつもならね、この動画の中でそのワイヤレスアップデートの仕方なんかもやるんだけども、もうね、過去このユニハーツのね、製品、えー、ジェリープロ、それからこの前に使ってたね、アトムもね、それからあの、このタイタンも何回かワイヤレスアップデートをやってますんで、ちょっとね、えー このワイヤレスアップデートのやり方がわからない方は、じいさんの、ね、過去動画ちょっとね、覗きに行ってもらうと、このユニハーツ関係の製品のね、ワイヤレスアップデートのね、仕方、実際に端末を使って設定メニューから行ってどこに行けば、えー のアップデートができるかっていうのがわかりますんでちょっと過去動画の方ね参考になさってみてください今回ちょっとそれをそこまでやらないのはねちょっと動画があんまりにも長くなっちゃうんで、えー、割愛をねさせていただきますはいえーということで、えー、関係するようなね過去動画もちょっとねカードとかまたあと説明概要欄の方にもねリンク貼っておきますんで興味ある方はそっちの方をねちょっとご覧になられてくださいはいということで、えー、今回はですねユニハウスさんからね嬉し ユニハーツタイタンのね、ワイヤレスアップデートの情報が来たというね、動画でした。はい、えー、ユニハーツタイタンお持ちの方はね、えー、まだアップデートされてない方、早速アップデートトライしてみてください。はい、えー、こんな感じでじいさんのチャンネルではね、こういったあのスマホのね、ワイヤレスアップデートの情報だとか、えー、いろんなね、えー、スマホ関係含めね、えー、雑誌の付録とか、ガシャポンだとかね、 まあ多種多様にわたってね、いろいろ情報をお伝えしてね、いきますので。えー、まあちょっと気になった方、じいさんのチャンネルにまた遊びに来てみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また